え今日は関東から北の各地で引き続き雨が降っているんですけれども明日になりますと晴れてくる見込みですでまず現在の状況をご覧いただきますとこのようにまあ関東付近やあと東北の南部のあたりかなり活発な雨雲が点在をしておりますえさらに北日本このあたりに今前線がありましてそれが通過中で広く雨が降っているんですけれどもこれらの雨雲、今日のうちには東の海上に抜けていくということになりそうです で明日の予想天気図をご覧ください、えー、このように前線が東の方に離れまして変わって大陸からは高気圧がこのように張り出してきます、まあ、日本付近はこの高気圧に覆われて、まあ、広く晴れる見込みでして、まあ、天気の方も安定するエリアが多くなるというふうに見ております 明日の天気アイコン、えー、まとめてご覧いただきましょう、まあ、全国的に見ましても雨のアイコンがついているのが沖縄、那覇のみとなります、まあ、那覇も長い時間降るような雨ではないというふうに見られます、まあ、それ以外のところ多少ですね西日本中心にこう雲は出るんですけれども大きな崩れはなしと一方中部地方です静岡ですとか甲信地方など 内陸部などで所々のにわか雨が予想されます。まあ大きな崩れにはならないんですけれども、こちらは外出の際には雨具ご用意ください。まあそれ以外のところは、特に北日本中心によく晴れると見ております。最新の気象情報については、お天気アプリウェザーニュースでもご確認いただけます。